エリアイズニュースの編集を務めています、川名と申します。今日は佐々木由紀様にお話をお伺いしたいと思います。お忙しい中ですね、貴重なお時間作っていただきまして、誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。ます。はい。それではですね、早速、質問の方、入っていきたいと思うんですが、佐々木様が描かれている夢やビジョンは、どういったものがあるでしょうか？はい、僕は児童発達支援および放課後等低サービスっていう、障害の、児童の福祉の分野で仕事してるんですけど、それを通してですね、一つでも、幸せな家族、家庭を増やすっていう、大きなビジョンでやってますね。ありがとうございます。なんか幸せな家族ってかなりこうイメージがガーッとこう大きいなと感じたんですが、なんかこういうのが幸せみたいなのってなるほど。イメージあれば。そうですね。結構難しいって、その漠然としてるとまさにおっしゃる通りだと僕は思うんですけど、結論というか答えで言うと、幸せな形は人それぞれっていうことに僕はなっちゃうかなと思うんですけど、それなんでかっていうと、僕のその事業ですよね。で、その子供たちを預かりし、いろんな家庭を見てきたんですけど、その幸せな形って本当みんな違うなってすごく感じたんですよね。例えば、その障害を扱ってるんで、障害の重さを例にとったときに、すごい重たい障害の子もいれば、軽い、ボーダーとかグレーゾーンとか言いますけど、そういう軽くもいるんですけど、じゃあ彼らがじゃあ重たいから幸せじゃないかっていうと、決してそんなことはないし、じゃあグレーだから幸せかって別にそんなこともないなんてすごく感じたんですよね。で、例えばその障害重たい子で、ある子なんかは、親にすごい愛されてるんですよね、その子は。結構言葉も出ない、年相応ですけど全然言葉も出なくて、知能も結構低いって感じなんですけど、すごく愛されてて、そういうのが雰囲気というかオーラからもすごい出てるし、そのご家族と接するときもそういうのすごい感じるので、それはそれですごくありだなと思うし、その一方で、そのグレーの子でも、いいか悪いか分かんないですけど、そのうちの子のここのここをもう絶対直すんだみたいな重箱の隅をつくじゃないですけど、そういう家庭もあるわけですよね。否定はしないんですけど、果たして幸せかどうかっていうのはちょっとね、疑問に思ったりする場面もなくはないので、なので幸せの形は人それぞれかなって思いますね。なので、その職員とかにはそういうエピソードも交えて話しますけど、家族のね、それぞれの定義は違うから、それを大事にすべきだし、それを見つけていくべきだろうっていうのはよく話してますかね。わかりました。ありがとうございます。そうしましたら、そういった、夢を具現化するのに、どのような目標や計画というのを立てておられるでしょうか？目標、具体的な数値っていうところで言うと、2030年までに神奈川県内で50店舗出したいっていう目標でやってますね。現時点で5店舗なんですけど、店舗目標にやっていきたいなと思ってますね。やっぱりその規模って僕は舐めちゃいけないなってすごく思っていて、やっぱりその業界にもたらす影響力ってすごくありますし、その児童福祉ってなんて、大手とかもちろんあるんですけど、そんなにないっていうか、結構小規模なところが多いところが多いんですよね。で、別にそれが悪いとかではないですけど、スケールメリットってすごいあるなって僕は感じるし、なんていうんだろうな、今までこの事業やってきて、それなりにお客さんには喜んでるかなっていうことやっていいのかなと思うし、で、あと僕がそう感じるのは、この仕事ってすごく感謝されることが多いんですよね。福祉って結構そういうものなのかなと思うんですけど、そういう感謝必要とされる仕事なら、もっとね、増やしていいなって思いますし、何よりその業界に与える影響力ですよね。これがやっぱり
結構閉鎖的なんですよね、福祉ってすごく。まあ、例えば、まあ、これだけね、今もこうやって Zoom でやってますけど、はい。IT 化がどんどん今世の中進んでますけど、はい、ホームページがない事業所とかもいまだにざらにあるんですよね。ああ。そうなんですよ。本当にそういうのもざらにあって、はい、未だにファックスとかでやり取りとかしてるぐらいなんで。あ、そうなんですよ。それがやっぱ閉鎖的、保守的な、まあ、業界なので、うん。まあ、幸いにも僕はそういう、なんていうか、まあ、ホームページぐらいは当たり前かと僕は思うんですけど、はい、まあ、そういう人間なんで、まあ、そういうところで業界を変えていけるのかなと思ったりしますけどね。ああ。規模が大きくなると、そういうところにこう、他のところも引っ張られて、そうですね。底上げされるんじゃないかっていう。うん、あ、思います、思います。うん、ぜひ、うん、楽しみにしております。はい、ありがとうございます。そうしましたら、今のような、具現化されるのに、現在どのような活動指針を持って、どのような活動をされておられるでしょうか。はいはい。まあ、組織を大きくしていくっていうことにつながっていくと思うんですけど、はい。まあ、もちろんいっぱい、まあ、壁っていうか課題はあるんですけど、主に2つかなと思っていて、まあ、1つはやっぱ教育ですよね。それは職員の教育ということですね。はい。まあ、やっぱりその、まあ、50店舗出すとか、まあ、そういう大きな目標を抱えてるんですけど、どう考えたって僕1人では無理なわけですよね。この人の教育が絶対に必要になるとなった時に、まあ、そういった社員の教育が絶対に必要不可欠だろうなと思ってます。まあ、そういえばね、僕の2号、3号みたいなのが出てきたわけですし、それぐらいの気持ちでやっていきたいと思いますし、まあ、何より、まあ、うちってその、まあ、パートさんっていうか、そういう方もいらっしゃるんですけど、まあ、そういう方の力も絶対に必要なんですよね。まあ、そのコアになる人、まあ、社員とか、まあ、管理者の人たちで成り立つかって言ったら、そんなことも決してなくて、パートさんも絶対に必要で、やっぱりそういう方たちの底上げも絶対にしていかなきゃいけないわけですよね。やっぱりその経験者とかすごい人ばっかり集められるかって、そんなことはないわけで、まあ、やっぱり未経験の人もそうだし、まあね、いろんな人がやっぱり来るので、まあ、そういった底上げも必ずやっていかなきゃいけないので、教育っていうのはかなり大きなテーマかなと思ってますし、まあ、かなり力を入れてるつもりですね。あともう一つが、僕の発信力っていうところですかね。で、それは、まあ、組織が、まあ、なんていうんだろうな、実はその組織を拡大していくというか、その店舗をこれからたくさん出していくぞっていう方針って、ここ1、2年くらいに打ち出したっていうか、まあ、僕がそういうふうに思ったんですよね。最近、じゃ最近なんですよね。あんまりそういうふうな感じでやってなくて、で、ここ最近やっと、まあ、そういうふうに思い始めて、それで動き始めてるんですけど、そこで大きく課題として感じたのが、まあ、教育もそうですし、まあ、僕の発信力なんですよね。なんかまあ、組織がそれなりに大きくなって、まあ、現実的に全員の職員の方と僕とコミュニケーションで取れるわけじゃないわけですよね。前だったらいけたんですよ。前とか3店、2店舗とか3店舗くらいの時は、パートさん含めて全員顔と名前もわかるしみたいな感じだったんですけど、まあ、最近ちょっと怪しくなってきたところがあって、まあ、このね、まあ、勉強不足もあるかもしれないですけど、まあ、現実的にやっぱ無理なわけですね。時間って有限だし。その時に、やっぱり僕の発信力っていうのがすごく必要だなって感じてるんですよね。まあ、例えばその僕がどういうふうな思いでこういう事業やってるかもそうだし、まあ、そういうのをいかに隅々まで共有できるかっていうことだと思うんですよ。まあ、まあ、うちのその会社の方針として、まあ、結構その職員とか社員の方の、まあ、個性を尊重っていうか、あんまりこう型にはめるようなやり方でやってなくて、結構自由にやってもらってるっていう方針があるんですけど、ただそれだけだと、まあ、ただの自由な、ね、集合体みたいな感じになっちゃって、当然まとまりも出ないわけですよね。となった時に、じゃあどうまとまっていくかって言ったら、まあ、一つの方向にみんなが向かっていくべきだし、で、その一つの方向を打ち出すのはやっぱり僕じゃないですか。間違いなく僕なわけで、じゃあそれをどうやって伝えていくか、隅々まで。どうやってそこの言葉だけじゃなくて、まあ、そこにどれだけ熱い熱を持たせて、
伝えていくっていうことが、まあ、すごく課題だなっていうふうに感じていて、はい、それを結構、まあ、指針としてやってるっていう感じですかね。この2つですかね、まあ、教育とあと発信力ですね。ありがとうございます。はい、でもお話聞いてる感じすごいなんか熱い思いを持って、なんかされてるのがなんか伝わってくるので、ますますなんか磨きがかかっていくんじゃないかなと、ちょっと私は思いました。では、そういったあの夢やビジョンを描くようになったその出会いとか、その出会いの中で、気づきとかっていうのはどういったものが終わりだったんでしょうか。はい、まあ、きっかけみたいな感じですよね。そうですね。まあ、そもそもな、じゃあなぜその、まあ、家族愛なのかっていうことなんですけど、まあ、これよく聞かれるんですけど、まあ、そもそも僕ってもともと IT 業界にずっといたんですよね。あの大学をそういう IT で専攻していましたし、はい、就職先もそういう IT 企業に、まあ、いて、はい、業界に6年ぐらい行った、ずっともうズブズブのそういう、まあ、IT の方面の人間だったんですけど、うんうん、まあ、今起業して6年目くらいですけど、6年ぐらい前に急にこういう、まあ、福祉っていう本当に180度違う世界に飛び込んで、なんでなん、なんでなんみたいなことをよく聞かれるんですけど、うんうん、まあ、それが一つの大きな人、まあ、その家族ということになるんですけど、まあ、僕が23の時に母親がですね、まあ、突然末期の乳がんになったっていう経験がありまして、はい、で、まあ、乳がんって結構そういう性質のものらしいんですけど、結構突然分かるというかね、今まで元気にしてたんですけど、うん、それで、まあ、その抗がん剤治療とかもしなきゃいけないみたいな突然になって、まあ、それで、まあ、佐々木家の闘病生活が始まるんですけど、抗がん剤治療って本当大変なんですよね。なんかドラマとかでもありますけど、まあ、それが本当目の前で繰り広げられたというか、まあ、髪の毛が抜けたりとかね、女性なのに、はいはい、まあ、肌が浅黒くなったりとか、なんか生きててほしいのかよく分かんないみたいな、本当にずっとゾンビみたいになんかずっと横たわってるみたいなのがすごく続いて、でそれがまあすごくやっぱ大変でしたし、まあ、精神的に結構辛いものがあったんですよね。でまあ、もちろんそれを見てる辛さみたいなのももちろんあったんですけど、うん、僕まあ、なんていうんだろうな、まあ、何もできない、何もしてあげられなかったことの後悔みたいなのがすごいあって、だから母親とあんまり仲良くなかったんですよね、その22、23ぐらいの時までって。あ、まあ、反抗期をこじらせてそのまま大人になってしまったみたいなところがあって、あ、会話とかもほとんどなかったですし、うん、な母の日に何かあげるなんて本当に22、23年間一回もやったことないし、うん、それぐらいのまあ感じだったんですよね。で、それにすごいやっぱ後悔したんですよね。本当にまあ、これが死ぬかもしれないってなった時に、うん、何もしなかった自分に本当に後悔して、うん、本当に毎日夜泣いたんですよね。本当にベッドに入って涙が出てきたことを数えきれないことがありましたし、うん、で当時、社会人1年目だ、新卒だったんで、はい、まあ、仕事すごい頑張りたいってやる気に満ち溢れてるわけですよね、うん、その状況でも。仕事を頑張りたいってすごい思いはあったんですけど、やっぱりそんな状態なんで、まあ、仕事もやっぱりうまくいかなくなってくるんですよね。うん、まあ、ミスしてるとかも当然そうですけど、まあ、例えば、まあ、パソコンのその IT 関係の仕事だったんで、まあ、パソコンをね、こう打ちながら突然こう涙が出てきたりとか、あとは何があったかな、まあ、本当にトイレにこもって出てこなくなるところもありましたし、うん、本当に文字通り会社を飛び出してなんか散歩してみたりとか、まあ、本当にもうめちゃめちゃになっちゃったんですよね。本当に母親の頭が離れなくて、まあ、当然職場には伝えてはいたんですけど、まあ、それでもやっぱり、まあ、結構辛いものがあって、まあでもなんとか頑張りたいなって思いもまあ、あり、で、まあ一方でその家庭的だと親御さんで長男だったんで、あ、ごめんなさい、今ちょっと電波の状況でちょっと聞きづらかった、もう一回お願いしていいですか。どこら辺からですかね。母お母さんのそれ辛かったですよ、その
会社で仕事が手をつけられなくなったり、トイレから出てこられなくなった君の後ぐらいから。はいはい、後ぐらいですね。はい、で、その一方で、まあ、僕、その長男なんですよね。はい。長男なんで、まあ、やっぱり家庭もなんとかしたいっていうすごい思いがあって、うんうん、どっちかというと責任感があるような感じだったんで、まあ、家庭もなんとかしたい。だから、つまり仕事も頑張りたいし、まあ、家庭もなんとかしたいっていう、その2つの思いというか。うん、にがすごいあったんですけど、まあ、最終的にはもう結局どっちもダメになっちゃって、で僕実はうつ病になったんですよね。あ、どっちもダメになっちゃって、うつ病になってしまって、で会社も休職したんですよね。それが2年目、社会人2年目の秋ぐらいだったんですけど、でもうつ病になって休職してしまったっていう経験が、まあ、あったと。あ、でただそれと同じぐらいの時に母親の手術が、まあ、ありまして、うん、まあ、結構末期な癌だったんですけど、手術は奇跡的にうまくいって、本当にお医者さんからも奇跡だって言われるくらいうまくいって、まあ、ただなんだ母親は全壊して、まあ、今も生きてるんですけど、で、まあ、それで、まあ、僕 の、 その心の問題は母親しかなかったんで、仕事が嫌とかはなかったので、はい、それで職場復帰、それでまあ僕も元気になって職場復帰して、まあ、今に至るみたいな経験があったんですよ。で、まあ、何が言いたいかというと、まあ、この経験を通して、僕は家族より大事なものはないって本当に心から思ったんですよね。やっぱりその、まあ、22、23の時に、まあ、母親はもう空気のようにしか存在、空気のような存在としか思ってなかった。会話もないし、なんかコミュニケーションとかほぼないんですけど、そういうふうに癌になって、毎日本当に泣いたし、なんかこう、まあ、佐々木由紀っていう一個人が、いかにこう親から受け継がれたものでできてるかってすごく感じたんですよね。まあ、価値観とかもそうだし、まあ、愛情とかもそうだし、まあ、いろんなものが親から与えられたものでできてるってすごく感じたんですよね。だから本当に一人の人間も本当に、まあ、どこに住んでようが国籍とか関係なく、一人の人間として家族の愛より大事なものはないって心から思ってるんですね。今でもやっぱりそれは変わらない思いで、ちょっと脱線しますけど、例えば中学くらいにグレるとかよくあるじゃないですか。はい、みたいな。で、あれは僕はもう究極の、まあ、かまってちゃんだと思ってて、やっぱり家族愛が足りないからああいう風になるなって僕は思ってるんですよね。うん、だからやっぱりそのさっき一番冒頭にお話しましたけど、その障害の重さ軽さみたいなのも結局その家族の愛だってすごい感じるんですよ。うん、だから、まあ、家族愛より大事なものないって本当に信念ぐらい守っているんですよね。なので、まあ、そういった家族愛、少しでも素敵な家庭を増やす、まあ、いろんな問題があるじゃないですか、うん、仕事でストレスが多いとか ありますけど、まあ、少しでも、ね、あの幸せな家庭を増やして、少しでも幸せな人間が増えていけばいいって思ってるんで、まあ、そういう思いでやってるということですね。まあ、なので、まあ、僕の大きなきっかけはやっぱり母親の、大病というか、闘病生活ですね。これが大きなきっかけでしたね。ありがとうございます。そうしましたら、その出会いのこうきっかけのさらにこう背景にはどういったものが、ありそうでしょうか。背景ね、何でしょうね。背景、まあでもなんか、まあ、最近言われるんですけど、まあ、やっぱり僕がその親からすごく愛されて育ってきたっていうことがやっぱり結局大きいんじゃないかなってすごく思いますね。で、まあ結婚したのもすごい大きいなと思ってて、でその結婚して、まあ例えば奥さんがいるわけじゃないですか。奥さんって、まあ、佐々木家とは別の人間なんですけど、その佐々木家の外からの人から僕を見たときに、まあよく奥さん結構言ってくれるんですよね。あなたがいかにね、あのお母さんはあなたのことをすごく愛してるとか、すごく心配してるとか、すごく言ってくれるんですよね。だし、まあ、いろんなこうトレーニングとかも受けたりとかするんですけど、結構そういうこと言われることが多くて、まあ、佐々木さんがなぜ今こういう人間ができてるかって言ったら、あのすごく愛にあふれた人間、愛を多分、愛情を多分注がれてきたんだと思いますよと結構言われることが多くて。で、まあ、今僕子供がいて、今生後6ヶ月なんですけど、まあ、もう可愛くてしょうがないんですけど、そういう自分を見つめ直したときに、あ、親もこういう感じだったのかなとか思ったりするんですよね。そう、だからやっぱり、まあ、そういう、なんていうんでしょうね、まあ、カルマじゃないですけど、代々こう受け継がれてるというか、なんかね、まあ、心温まる何かつながりみたいな、そういうのが背景にあるんじゃないかな
って思いますね。ちょっと不思議なのが、はい、もう僕のその佐々木家って結構医療系の家庭なんですよね。例えば父親が医者だし、はい、母親は看護師なんですよね、うん、で母親側のその僕から見たらおばさんの方も看護師だし、はい、そっちの家庭って本当に医療系ばっかりなんですよ。で僕の弟も看護師で、うん、本当にもう医療系の家庭なんですよね。で僕はまあ当時、まあ、反抗期とかも含めて、はい、でまあ、結構親大変だったんですね。仕事が土日仕事してたのが普通だったし、まあ、父親も勤務医なんで結構まあ大変なのを見てて、まあ、医者とかにはなりたくないなってまあ思ってたし、うん、まあ、親も決して勧めてこなかったんですね、うんうん、医者になれなんて一言も言わなかったし大変だよって言ってたくらいなんですよ。だからこそ IT 系とかに進んだってもあるんですけど、でも今こうやって蓋を開けてみれば福祉っていう医療にかなり近い分野に携わってて、うん、やっぱりそういうなんか運命というか宿命みたいなのが、まあ、あるなってすごく感じますね。本当にそれも起業して数年経ってから気づいたんですよね、その事実に。あれ結局なんか自分もこっちの方面にいるじゃんみたいな感じで、でなんかそれに気づいて、それを受け入れた、その運命宿命を受け入れた時に、まあ、すごく自分の中ですっきりしたっていうのもあるし、だからこそ自分はこの道に行くんだって思えたし、まあ、さっきその50店舗どうのこうのって話もしましたけど、それがあった頃こそそこまで思えたみたいなところが結構あったりして、やっぱりそういう、まあ、運命宿命みたいのはあるなぁなんて本当に思いますね。なんか非科学的ですけど。あ、そうですね、なんか不思議ですね、気づけは。でそういうのは結構周りでもあるなと思うし、あ、ね、いや、その家族に愛されてたっていうのを気づかされたりとか、奥さんとかご自身が家族を持ってとか、とお母様の病気で、あ、そこにすごい気づいたっていうところを、本当にこう今からその周りの人にどんどんどんその大切さっていうのを、まあ、福祉の授業を通してでこう浸透させていくというか、まあ、それが本当当たり前 の家族っていうのがそこら中に溢れていったら本当にいいなっていうのをお話聞いて感じました。思いますね、うん、ぜひ、はい、これからのご活躍を応援しております。はい。はい、今日は、佐々木祐樹様にお話をお伺いしました。本当に貴重なお話ですね。ありがとうございました。ありがとうございます。